お久しぶりです。お久しぶりになってしまってごめんなさい。やっとできる坂津がやっとできるよ。出張すぎて2週間ほどですね。もう出張すぎて家にいなくてですね、まあほんといろんなとこ行った。静岡とかね、もう千葉とか、埼玉、今週末も岩手に出張ですけど、やります、やりたいから。今3位なんですね。いい感じの順位じゃないですか。まあちょっと加速していかないと怒られちゃうから、加速していこう。野沢秀どう？うん、おい、頼むよ野沢、期待してるよ。フレンドリーマッチ、これはもう結果、あ、ロペス出すか。ロペスを出した方がいいっていうご提案をいただいたので、ロペス出します。これでいこう。試合開始、結果を見る。結果見ちゃうんだから、負けらんないよ。フレンドリーマッチだからって、勝ってシーズン後半、ナイス、勝ってシーズン後半戦につないで、ナイス、素晴らしいじゃないですか。誰の得点でしょうか。ロペス取ってる得点、やっぱりね、いいですね。うん、キャンプから戻ってきました。疲れてるからね、疲れてるでしょうから、あ、みんな溜まってんな。やばい、覚醒が追いつかん。あのね、ダービー男を取らなきゃいけないんですよ、まず。そもそも枝村だよな、だからな。富田もいいですけどね、富田もボランチ。田中純也も逆境に強いのか。あ、じゃあ田中純也もダービー男なのか。うん、いいですね。内田健太、左か、左サイドハーフか。あー、なるほどね。田中純也にオファー出してみましょう。期限付き、とりあえず期限付きでいくか。はい、気に入ってくれるといいですね。はい、年俸こなん高っ、マジで超高えじゃん。ダメかい、それダメかい。え、レギュラーもダメなの？どういうこと？全然ダメじゃん。チームを気に入ってくれるといいですね。ダメやん。リーグ優勝ボーナス1000万、嫌です。 TJ はダメです。 TJ ダメでした。どうする。じゃあ橋健どうしたの。あ、合宿は行ったけど代表には選ばれなかったってことか。野沢秀幸が選ばれたの今度。上田さん、こんにちは。野沢秀は選ばれたの？よくわからん。なんでや。橋本はどうしたのよ。富田行きますか。じゃあ富田お断り？なんでやねん。そうなると内田しかねえな。内田健太しか。内田完全移籍を取るか。年俸の高さがネックになっているって。年俸高いの内田って。移籍金7000万、代替選手誰か出すか。誰出す。いないよな、出す選手。とりあえず出さなくていいか。上移籍金じゃあ6500万ぐらいでどうにかなりませんか。年俸の高さ、あ、OK、
下との年俸交渉、年俸どんなもんなの？気に入ってくれるといいですねってどれで質問、どれが正解の質問だよ。気に入ってくれるといいですねって、2年契約、はい、安いじゃねえかよ年俸。全然いいよ、2000万ぐらいで全然 OK よ。これダメなんだろう、よくわからん。気に入ってくれるといいですね、どれ。全然よくわからん。もういいや、払っちゃおう。うわ、過密日程ですね。何ですかこの過密日程、どういうこと。ジャパンカップクラブ決勝トーナメントがあんだ。面談しなきゃいけない選手はオリベル・トーレス。どうしたのオリベル・トーレス。あ、天狗、天狗になってんのか。調子のんのも大概にしとけよ。猫ニラが、あ、出た出た、ジャンボが特別練習を終えた。勝った。オッケー。どこだっけ、清水か。まあまあまあ、そうですね、まあいいんじゃないでしょうか。とりあえずこれで様子見て、試合会結果見る、頼む。負けたらシャレにならん。でも進めたいからこっちでこの試合を見るでやりたい、このジレンマ。点を決めてくれ。え、延長。あ、とりあえずはホーム&アウェイだから終わりってことか。オッケーオッケー。まあいいでしょう。横浜 FC か。じゃあロペス出してみるか。ロペス出してみましょう。結果を見る。いきなり点決められた。オーケー、負けらないんだよ。オーケー。今前半で3点も入ったのか。このまま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 オッケー、ナイス勝利。誰が決めた。イカルディとオリベルトレス、素晴らしいね。やはりね、素晴らしい。もう外国人がすごい、このチームは。外国人がすごい。清水戦、前回ねちょっとあれだったから、まあとりあえずこのまま行こうか。先制点、これテンポ早いな。この試合を見るで進め。ああ、オッケーオッケーオッケー。もういて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 。ああ、これ暗雲立ち込めるんじゃない。これちゃんと見ないと負けるな、やっぱり。鹿島はちょっと見るか。まあいいや、このまま行こう。とりあえず負けられないからね、頼むよ。ナイスリブル、ナイス展開。うわー、惜しい。ファール、危な。ちょ、シュートやめて、危ねえ。早い、試合が早すぎて何が行われてるかが分からず。ハーフタイム、ちょっとロペス入れます。じゃあロペスが相当成長してますよね、これ。つってもルズラとイカルディ半端ないな、グラフのデカさ。行きましょう、もう初っ端から攻めろ。前半の初っ端から攻めろ。 OKOKOK 鹿島の守備固っていうか、攻められてない。なんか攻め、あーやめて、ガック。そう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 でしょ。今1対1だってさ、
やばくないこれ。どんどん同点になってってる。何位今？3位に落ちちゃった。やばいやばい。この間までが調子良すぎたんだな、きっとな。清水戦はこれもう負けらんねえんだよ。負けらんねえからもうやります。ちゃんとやります。ちゃんとだよ。負けらんないから。そう、ナイスカット丸。コウスケからイカルディ、イカルディが、ああ今だって前によりどり緑だったよ今。イカルディ、それでよりどり緑でしたよ。あー惜しい。ルーザー惜しいわ。すげえパス。9番積極的にシュート、ナイスカット。ボール、あー、まあ、うん、リプレイ、まあ、ナイスファールなのかな。危ねえ。バレー怖え。いや全然点取れませんね。やっぱり変えるか、中盤を。どうすっかな、こうすっか、上りだといくか。キーマンに渡して、イカルディに渡して、とりあえずボールを。惜しい。それがこの間バカスカ入ってったんだよな、確かな。ファインプレーですね。あ、キーパー防いでんのか。うわ、カウンターオッケー。いやー、ちょっと林だしね、向こうのナイスキー。危ね、なんつーパスだ。うわ、3枚返してきた。やばいんじゃない、危ね。全然攻められてる。危ねえ。これ延長、この試合、あ、違うか、ルヴァンカップじゃないのか。やばい、同点が同点なりすぎてる。同点になりすぎてると、君たちいい加減にしたまえ。いや湘南には勝とうよ。そういうこと言うと湘南のサポート、おーしお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 し、肩に怒られちゃいそうだけど、ゲームの世界なんでね、あくまで。追加点ください。あー、オッケーオッケーオッケー。まあまあギリだね、ギリ。ヨネが決めたの、おい。え、スタメンに出れない選手がいる、誰。え、誰ですか。ヨネ、この間何したの。これでいきましょう。じゃあオイタには勝たないと。やめて、点を取って。オッケーオッケー。イカルディがすごいな。磯村も決めた。ナイスナイスだね。田辺壮太、イカルディ、磯村が決めたの、素晴らしい。何位今、3位か。勝ち点差は6、広がっちゃってるね。1、ベストイレブン見ましょう。あ、コウスケと徳さんは安定で選ばれてるな。誰ですか、どこですか、相手は。シャトルバス、 OK、 大満足、ナイス。甲府、じゃあちょっとロペッチャーにスタメン出てもらおうか。あとはみんな調子いいしな、調子いいもんな、みんな。これでいきましょう。いや素晴らしい、開始8分で得点、素晴らしい。ローペースがすごい。オリベル・トレスが取った、イカルディが取る。何ですか急に。
これでまだ3位か。勝ち点差は狭まらず。浦和レッズとの試合、アウェーでしょ。しかも負けられねえ、負けられねえ。これはこれは見ましょう。頼むよマジで。よね、やめて。ドリブルで制圧とか。おお、ナイスキー。カウンターカウンターカウンター。取られんのそこで。ナイスカット。うわ、ファウルか。それではもう一度見てみましょう。磯村、これはちょっと危険なプレー。いやー、まあまあしょうがないな。オッケー。まず先制点、アウェーで勝ってないからね。アウェーだよねこれ。14年勝ってない。この間も負けました。丸いいシュート打つよ。右で打ってるし、なんで。まあまあオッケーオッケーオッケー。ファール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 、ファール。コントロールフリーキック、直接いかない、壁にぶち当たる。危な、今のは危ない。鈴木啓太、今は社長やってます。ちょっと変えよう選手を。ルズラーとロペス変えます。そして中西行っちゃうか。中西行っちゃおう。後半のために指示取っといたんでね。ベルベットパス、ベルベットパスでバックパスってどういうこと。キーマンに渡して、そうそう、うわうわー、惜しい今の。え？何をしてんだ。ロペス、君は何をしてんだ。どういうことよ。それはあかんで。いいよ、テクニカルタックル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 。おお、ナイスキー。テクニカルの技も違う。ファール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 、ファール。リプレイ。奇跡の1点お願いします。うわ、3枚返してきた。うわ、今のちょこんでいいのに。やめてやめてやめて。ナイスキー。もういいよ、イカルディに渡してさ。なんでファールすんの。浦和は2位でしょ今。うわー、つれー、つれー。まあいいか、しょうがないか。負けなかっただけレッドカード食らってるしね。磯村が特別練習終えた。 OK、 レベルアップしたね。マルちゃんは、あ、レベルアップしたね、素晴らしい。モリゲにビジョントレーニングをしていただいて、どうしようかな。テクニカルタックル覚えてもらうから。そろそろね、徳さんと中西の交代の時期なんじゃないかと思ってます僕。これでいきましょう、スタメンとりあえず当分。ロペスをちょっと下げて、フォワードの控えがいないっていう事件発生してるけど、行きましょう。これ勝たないとダメだよマジで。うーん、お願いします。点を決めて、ナイス。それはでかい、でかい勝ち。神戸相手にイカルディが決めてます。順位は入れ替わってません。広島が独走しちゃってるから。これルヴァンカップじゃなかった、そうだよね、準決勝。なんかアウェーゴールかなんかで勝ったのかな、さっき。とりあえずこれでいきましょう。これ試合見よう。勝たなきませんぜ。 OKOK、 ナイス。誰、待望の先生。さすがやね、ソータン。
いや、いいよ。なんか成長してるよ、ソータンが。目に見えてわかる。誰ファールしたの？ヨネがベルペットパス。そしてファール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 。え、何今トリックプレーした？あ、何何何、何が起きたの？太田康介が決めたの、しかも。おー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 内田かわいそうから出したいよ、ちょっと。あ、出せないんだ。じゃあ橋健と野沢のこの若手ダブルボランチ行きましょう。危ない危ない、いいキーパーいるな。で、なんか気持ち悪いけど顔は。もう無失点で行こう。 OK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 
1位だからね、だってリーグ戦では。はい、これ勝ったら浦和か大宮、向こうは向こうでダービーだったんだね。いや、いい感じで来てますよ。ナビスコ、ナビスコっていうか、まあ、ルヴァン、ナビスコだよね。取れタイトル取れればもうかなり端っこある。ソータの中性度も上がってるし。え、何、なんで誰が出れないって。ウォーミングアップ、リーダーシップがある選手、リーダーシップ、リーダーシップ、キャプテンシーでいいのかな。ジャンボに任せるか。だ、大丈夫ジャンボ。え、大成功。ジャンボやるやん。 F マリノス、イソムがダメなのか。じゃあ橋本、野沢、橋本より野沢の方が全然能力高いんだね。野沢で行きましょう。じゃあはい、いい感じですね。これで行きましょう。 Go! 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 マリノスの試合は全然点が入らないくて、わけわかんない感じでどっちかがポロッとで、よっしゃー OK。 何をしてんの、何をしてるの。まあ、3位いるけど、マリノスは4位なんだからやめて。もう1位との勝ち点差が10開いちゃった。ベストイレブン見ましょう。3人、ディフェンスから3人選ばれてる、素晴らしい。はい、ということでオクトーバー、まあまあ今回はこれぐらいで終わりましょうか。面談が必要な選手は、徳さんがなんか、なんでいじけてんの、なんで、あ、調子悪いのか、もう年だからな。ガンバ大阪戦はなんかやろうよ。警備員コレオグラフィーやるよ、コレオグラフィー。順位を 見ましょうか。まずおさらい、まあ、3位なんですよ。勝ち点差が10に開いてしまったので、これ優勝は厳しい気がしてきた。得点ランキング等にも、まあ、入ってない、入ってる。ソータンが、え、ソータン、あ、え、あ、評価ランキングがこれびっくりした。丸山雄一が2位、素晴らしい。得点ランキングにはイカルディがギリ入ってるかな。あ、ギリ入ってますね。ゴール数15、アシストランキングには入ってない。で、まあこれですね、決勝トーナメント順位表というか、
まあ、準決勝まで上がってサンフレッチェには勝ったんで、まあ、いけるでしょうと、タイトル取れるぞという感じでございます。今回ちょっと急ぎ足でやってしまったんですけれども、また次回も見てください。さようなら。